山口県の大島海峡航行中のホクレア。船長はチャドバイバイアン。2007年5月。ホクレアはもともと牛海座の一等星、アークトゥルスのことで、この星を頼りにポリネシア人はポリネシア広報でハワイへ移住したと言われている。古代のポリネシアで用いられていた木造船のレプリカ。日本語ではホクレア号と呼ばれることも多い。 本校で衝突。ジャルパックがオアフ島にて運行している日本人観光客向けの観光バス。同社のツアーの多くに付属しているアイルカード、エイバカードの所持者は無料で利用できる。出発地点は DFS ギャラリア、ワイキキ前で、レギュラーコースはベストオブオアフ、ハイアンヒストリカルツアー、ナイトツアーイミロアの3つであるが、 この他に限定企画のコースも設定されることがある。なお JAL パックの親会社である日本航空は公開加入、北ホクレアの2007年の日本航海の公式スポンサーでもある。日本のバンドビギンが2007年に制作、発表した楽曲1の公開加入を取り上げたテレビ番組の主題歌にも使われた。湯行寺玉の漫画 シーソードコーネットに登場する種族の名前。左舷の線尾部分。デッキから海中に降りているのはメインステアリングスウィープ。ホクレアのキッチン。夜間はホノルル市内で調達されたもの。ふつきバケツは中身を食べ終えた後、働きの良いクルーから順に与えられる。ホクレアのデッキタンクロスビーム。カプナケーキの標語はナイノア・トンプソンによる。 左舷のステアリングスウィープの柄。ホクレアの各所には、気候地やモットー、重要な人物の名前などが無数に書き込まれている。睡眠区画内。無線機もワンオフで水密化されている。ホノルル市内のダイヤモンドベーカリー製クッキーの特用サイズ容器は、クルーの私物を管理するために再利用される。フォワードマストの基部。この時は、クラブクロウセールを装備した状態。 ホクレアとは、1975年に、アメリカ合衆国建国200周年記念事業の一つとして建造された公開カヌーである。建造に際しては、ニュージーランドの医師で、リモートオセアニア海域の伝統的公開技術研究の第一人者でもあった、デビッド・ルイス、ハワイ大学で同じくリモートオセアニア海域の伝統的公開技術を研究していたベンフィニー。 中国系ハワイ人のイラストレーターで、郷土史研究家でもあったハーブカワイヌイカネ、カヌー研究家のトミー・ホームズらが中心となった。1975年から1995年までは、ポリネシア公開協会が所有し、1995年から2007年までは、ビショップ博物館が所有していたが、2007年8月22日に、 所有権は再度ポリネシア公開協会に戻された。建造直後からハワイ先住民の伝統文化復興運動のシンボルとなっているが、アオテアロアのマオリやクック諸島、リ寮ポリネシア、ミクロネシア連邦、日本などからも公開カヌー操船技術の研修生を受け入れている。また1995年以降はハワイの子どもたちの教育プログラムにも、 頻繁に利用されており、これは現在のホクレアの活動の中心的内容となっている。ハワイ州のステートトレジャーにも認定されている。これまでの間に地球4周半分の距離を航海している。全長約19メートル。日本マスト。ホワ建造当初はポリネシアの伝統的なクラブクローセールを装備していたが、近年ではジブ付きのラテンセールを装備していることが多い。 しかし2006年11月の改修で再び、クラブクロセールに換装された。船体は、ガラス繊維でコーティングされた合板。クロスビーム、デッキは、オーク積層合板。船尾に3本のロダを備えている。港内での移動には、船外機を使用するか、伴走船による栄光を行う。2007年6月に、横浜港に入った際には、特例として、港内で、 クラブクロセールによる搬送を行った。クルーは通常に交代の当直についており、基盤のクルーは左右の船体上に設けられた睡眠区画で休む。睡眠区画は2名による共同仕様となる。食事はデッキ上に設置された水密性を持つガスコンロで加熱調理される。船尾には太陽電池が設置されており、船内に電力を供給する。 この電力は、アーガス発信装置、無線機、衛星電話、航行灯などに使われる。ホクレアは建造されてから現在までに大きな仕様の変更を何度も受けている。浸水直後のホクレアは左右の船体に数名ずつ、装置を配していたが、これは、装置間のタイミングの動機を取るのが非常に難しかったことと、飛沫を浴びる装置の体力の消耗が激しかった。 ことから早い段階で断念された。他たちも1976年の多七公開では、ハワイ諸島のペトログリフに描かれた、クラブ黒セールを模したものであったが、やがてブームの長さを短く、また、カーブの R を緩くする方向に他たちが修正され、1990年代からは、ジブ付きのラテンセールが、基本装備となる。電子装備も時代が下るごとに、 強化されてきており、1976年の時点では、線尾部分には太陽電池は装備されていない。アーガスのトラッキングシステムは1980年の多質公開より搭載されたものである。現在は教育プログラムに使用する衛星電話も搭載されている。また写真から判断すると、布地による睡眠価格も1回目の多質公開の時点では、 設置されておらず、代わりにラウハラらしきものでできた小型の日よけが、デッキ中央部分に確認できる。ホクレアとは、ハワイ語で、喜びの星という意味である。ホクは、星、ルエーは、喜びを意味する。現在では、ウシカイザーのアークトゥルスと呼ばれている星である。ホクレアは常に、ハワイ諸島では頭上に来るため、タヒチやマルケサス諸島から、ハワイ諸島へ公開カぬが、 ポリネシア広報で来る際には、広報士たちはこの星の高度で、ハワイ諸島の位置を推測したものと推定されている。ホクレアの世界一周航海、2014から2017年。太平洋のほぼ中央から出発して、南の多七島へ下り、そこから西回りで、世界一周。ホクレア号は2014から2017年、3年に、渡る世界一周航海を行った。 日本航海の最終機構地、横浜港に到着したカマヘレ。2007年6月。ホクレアは1978年の遭難事故以来、海に出る際には必ず伴走船を伴うことになっている。1976年の多チ航海では、メオタイメオタイ。1980年の多チ往復では、アレックス・ジャクベンコ所有になる、イシュカ・イシュカというヨットが伴走船を務めた。 1985年から87年にかけてのアオテアロア往復ではドルカス・ドーカスというヨットが伴奏役となった。現在のホクレアは専用設計の伴奏船であるカマ、ヘレ・カマ・ヘレを伴って航海している。カマ・ヘレは1992年にアレックス・ジャク・ベンコによって建造された船である。特徴は全長に比して極めて高いマストと5センチもの。 暑さの後半を使用した剣道な船体である。最大速度は7ノットで、これはハルスピードの上限でもあり、ホクレアを栄光している時でもカマヘレは7ノットを出すことが可能であるが、単独での起草時でも7ノット以上は出ない。この船は1992年のラトロンが航海、以降、1995年のマルケサス諸島を往復。 1999から2000年のラパヌイ王服、2004年のミッドウェイ、初頭往服、2007年のミクロネシア、日本航海に至るまでホクレアと行動を共にし続けている。建造から2006年までのマ、ヘレに搭載されていたのはデトロイト社製371型ディーゼルエンジンであったが2006年にヤンマー社提供のディーゼルエンジンに換装されている。 カマヘレの初代船長は、医師家の船長でもあったアレックス・ジャクベンコ。二代目船長は、マイク・テイラー。なお、2007年の日本航海を終えた後のハワイへの開港は、ドイツ人の船長以外は、くじられた元しら日本人クルーの手によって行われた。ありがとうございます。